はい、どうもどうも、日暮らしたまずです。今回は、だいたいね、この水槽が立ち上げてから2週間ぐらい、この、なんつうんだろう、底砂を敷いて、生態を導入して経過したんですけど、まあ、水も落ち着いてきて、でヤドカリくんも、まあ、ここの生活に、慣れてきた、感じがするので、石を入れてね、まあ、レイアウトしていきたいと思います。まあ、そんなにね、まあ、あくまでもこのヤドカリくんたちをメインにしていきたいので、がっつりなレイアウトはしないんですけど、まあ、日本の海を、再現できたらいいなと思います。はい、ではやっていきましょう。今回使用する石はこちらですね。まあ、自分がね、困ったらよく使う、デコボコロックというものになります。レイアウトするためにね、水を少し減らしています。はい、では入れていきましょう。まあ、何回もね、このデコボコロックっていうものは、自分の動画で出てきているので、話してると思うんですけど、このデコボコロックって、すごい多孔質なんですよね。作りがなんか、よくわかんないですけど、多孔質なので、まあ、自然の溶岩石だったり、そういうのに近いような、質感なんですよ。まあ、なので、その穴のところに、有機物を吸着してくれて、で、それを、微生物が分解してくれるっていうサイクルを、まあ、うまく促してくれるような石なので、意外とね、海水にも、まあ、色的にちょっと海水だと地味になっちゃうかなって思う方がいると思うんですけど、こちらね、白色のバージョンも売ってるんですよ。まあ、なんか人工ライブロックみたいな感じに、できるようなやつが売ってるので、まあ、海水魚水槽でね、ライブロックちょっと高くてきついなって思う方はこちらのね、デコボコロックを買ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、白色のバージョンを買ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。そうこう言ってるうちにね、まあ、今回はこういう山をこことここに作って、で、こういう、まあ、道というか、を作って、まあ、あくまでも、こう、生態メインな感じに、できたらいいなというふうに思います。あんまりね、こう、ぐちゃぐちゃなレイアウトにしちゃうと、まあ、ヤドカリくんがどこにいるかわかんなくなっちゃったりとか、あとは、こう、石を崩して、で、挟まって、抜けられなくなっちゃったりしちゃう可能性があるので、まあ、ちょっと見てる方はつまんねって思うかもしれないんですけど、今回はシンプルな、レイアウトにしたいと思います。ほら、こうやってね、まあ、空気が出るような、出るぐらい多孔質なんですよね。で、実はね、水槽の水が汚いからなんとなく察した方もいるかもしれないんですけど、このレイアウトの動画ってもう何回も撮り直してるんですよ。3回ぐらい。で、自分もね、最初は、こう、デコボコロックいっぱい入れて、で、あと富士壺みたいな、レイアウト素材、まあ、わざわざ買ってきたので、そういうのを入れたりしたんですけど、なかなかね、いい感じにならなかったんですよ。まあ、そういうのもあって、やっぱシンプルにしようって今回思いました。ボツ動画がね、iPhone の中にね、大量にあるんですよ。まあ、なんか今度ね、どうしても、出す動画がなくなったりしたら、ボツ動画
没動画集みたいなものをね、まあ、なんか YouTuber ぶって出したいと思います。まあ、出した際はね、ご視聴のほどよろしくお願いします。それではいい感じになるまでカットで。はい、とりあえずね、レイアウトはこんな感じにしようかなと思います。抜いた分の水をね、足していきます。大丈夫かな、これぐらいで。ちょっと塩分濃度低めのね、海水を作って入れてみました。大体これぐらいでね、基準がトントンになるかなっていうふうに思います。今回は、まあ、デコボコロックを使って山を2つ作る感じにしてみました。で、ここにまあ道というか、を作って、で砂の面をまあ多くすることによってね、ヤドカリくんが砂遊びをできるように、してみましたね。だ、砂もうちょっと多めでいいかもしれないですね。こうデコボコロックをの1段目の部分を半分ぐらい隠す感じでやった方がなんか自然な雰囲気が出るかなっていうふうに思いました。まあでも、あの海水魚水槽っていうものはね、あんまり砂を厚くしすぎて、嫌気状態の場所を増やしすぎると、その時は大丈夫なんですけど、まあ例えばレイアウトをちょっといじくる時に砂を巻き上げてしまった場合とか、かなり病原菌がね、水中に舞っちゃう危険性があったりして、まあ、今は、まあ、ヤドカリっていう強い生き物しかいないんで大丈夫かもしれないんですけど、まあ、こう魚とかを入れた場合に白癬病になっちゃったりする危険性があるんですよね。まあ、そういうのをね、なるべく起こしたくないので、まあ、砂を追加投入するかは、まだちょっと悩んでいます。次回はね、餌あげ動画、それをアップしていこうかなというふうに思います。普通にね、あの餌はもう導入初日から食べてくれるぐらい、慣れてくれてたので、まあ普通に楽しみにしておいてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さようなら。